すげえ4人が騒いでるから、なんだなんだと思って見たら、飯塚さんをトイレに閉じ込めてた。みんなで目配せして。で、もうそしたらみんなやることは分かってる。もう必死でドアを押さえて。たまにしかね、ご一緒してもらわないから、うん、あの昔のと若い時にはキャブのすごいテンション高い、まあ若いからな、うん、だと思ってたけど、うん、今ねたまにあの、うん、邪魔していっても、うん、ノリは確かに変わってないからね、うん、そうね、なんか落ち着き方が分かんない、ね、分かんないのあそうなの分かんない逆に、ね、ちょっと前廊下俺歩いてたら一緒の仕事の時に、うん、すげえ4人が騒いでるから、なんだなんだと思って見たら、飯塚さんをトイレに閉じ込めてた。めっちゃ面白かったあれ。おーすげえ焦ったでもスマホでさ誰かに電話して開けてもらおうと思ってんだけどさ、スマホ忘れちゃったしさ、あれ俺これもうすぐ本番だけどここに閉じ込められたまま俺本番出れないのかもしれないと思ったんだから。いやああいうのとかもなんかすぐもうみんなノリがいいしアイコンタクトで分かるんですよ。で飯塚さんがトイレに入ったっていうの分かってて、ねえみんなで目配せして、でもうそしたらみんなやることは分かってる、分かるんだ、必死でドアを押さえて、うん、もうそれだけ。めちゃめちゃ怖かったよ。俺焦るわ。ももクロがやったって、うん、発想がなかった。ないよ、それはないよ、うん、だってさ、うん、別に腕の力だったらもうこっちでさ、ね、いけるはずだし、うん、でも多分4人でもう抑え込んだんじゃあれ本気、本気出した、ね、そう足とか使ってこう、いやあれ本当にもうどうしようかと思った、本番出れないのかなとか、なんか多分引くドアだったのかな、だから私たちがひ、うん、引いて押さえてたんですよ、はいはい、でそしたらなんか横に動かし始めて、そうそう横かも、横にスライドするやつかもとか、いろいろ考えたんだから、うん、俺マジであともう数十秒あのままだったらカクシャーって言って、いやそこまで待てばよかったそういう時はカクシャなんだよな、でもあそっか、うん、そういう時は豊本じゃないんだよな、うん、あるんだ、ね、でも分かるかも、なんか豊本さんの飯塚さんとかがさ、うん、崖にこう、うん、ぶら下がっちゃって、うん、落ちそうな時とか、うん、なんかここまでだなとか言って手を踏んでネジネジとかやりそうどんなイメージなんだよ敵の組織じゃんそれも敵対組織じゃ なんか一緒だから助けようとするよ、確かに必死なイメージがないから、ね、必死に、そう確かに落ち着いてるから、もうダメだごめんって諦めるの早いかもしれない